はい、こんにちは、こんばんは。皆さん、いかがお過ごしですか？2月25日、時間は9時50分です。夜です。お宮、2日間終わりました。脇も強いな。いや、強いですね。ああ、初日さ、すっごい風が強くて、強風、バック向かい風5メートル、6メートルだよ。脇本の一周のタイム、まあこれね、あんまりタイム気にしない人には何言ってんのって話になっちゃうんだけど、一周28秒6、後半上がりが14秒4、全般が14秒2だよね。やっぱ最初から桁が違うと思って乗り込んでいきたい不安だけど、まあ予定通り連日ぶっちぎってます。どうなの、買ってんの車検？いや、ちゃん買ってないんだよ。お、編集長戻ってきたね。ただいま戻りました。これ違うの？いや、違います。違うのか。いや、ほんと、ほんと死にそうだったね。あのでも鳥で儲かったらしいな、全日本選抜。やっぱちゃんと見れるとあれですね、4日間で。うわ、競輪知ってる人は買えないよって俊介から言われちゃいましたけど。買えない目はあったの、確かにな。柴崎アスタが買ったもんな。大宮でもね、脇本効果でね、お客さんが入るかと思いきや、本場には全然来ません。すごいのがさ、昨日初日から6億売れたんだよ。脇本のレースだけで1億円。売り上げ。6億中1億円脇本のレース。まあね、3日か2日間か、2日間見て、まあ、五日市なんかはね、俺が初日の前の日か、全権の日に推奨したけど、まあ頭やってないけど、決勝まで勝ち上がってきたよね。どうですか、二日間見て。吉田正史いいな。あのね、これ、まあもう別に秘密にすることないから言っちゃうけど、吉田正史、吉田拓也のね、下ですよ。3兄弟いて、本当は4人兄弟なんだけど、一番長男はまあ競輪の仕事じゃないことやってて、拓也、正志、勇気ね。で、明日大宮の8レース1番車、吉田正志。これ明日俺迷わず頭から正志ね。あの、埼玉のガールズ競輪の細田真奈美と結婚するらしい。そうで、なんとね、細田の姓を名乗るらしいぞ。そしてさらに、もう練習は埼玉で平原コートでやってるんだよ。初日さ、強かったよな、2着だけどな。正木慎太郎に食われたけど、あんだけ丸々一周もがいて、いつもだったら真ん中入ったら出てかないのが行くもんな、やっぱな。気持ちがやっぱりなんか違うんだろうな、練習のグループって。どうなの、そういうのはやっぱ関係あるかね、やっぱり練習相手とか。それがやっぱある程度こう長い距離踏むとか、それから価値観の中に、そういう練習、みんなそういう価値観があるところに身を置くってやっぱ大事だなっていうのは思いますけどね。切磋琢磨だな、やっぱりな。明日は後ろがね、吉田正史、後ろ内田英介なんだけども、吉田の頭だな。紐は高橋和也、吉田がドンって行っちゃって内田が離れた場合の佐々木健二のハマり、江守、吉田正史から高橋、佐々木、江守、1から3、4個だね、俺はね。まあ、あとは9レースあたりはちょっと見学だな。難しいな、これな。近寄りどうすかね、2日間なんかあんまパッとしねえよな。500ってなんかもう1年間全然走ってねえんだよ、500。まあ所定の位置だな。今日なんかもね、1回動いちゃっても足いっぱいじゃん。ホーム手前残り1周で動いちゃってさ、もう届かないなと思った、あれで。俺は10レース行こう、10レース。じゃあ早速ですけど、10レースね。全権病に推奨した酒井健三、今日はほら逃げ医者が楽勝だったけど、明日酒井健三からね、明日ね、武田涼と山崎道輝がいるんですよ。2番、6番で逃げるんだけど、武田がね、おそらく。これ、武田涼と山崎道輝が指定関係。
まあもうまくりですよ。境はしたね。当然まくり。ちょっと境自体は外枠なんだけど、伊原がね内枠なんで、ちゃんと初手からいいとこをずいてずいてね、まあまくりと思って、ここは境から。山中が今日強くなかった。強かったっすね。決まりで先行でしょ、あれだって。先行っすね。14秒5。うん。まあだから、武田の逃げは強いんだけども、まあ、後ろの山崎見捨てるじゃ、いくら指定関係って言ってもちょっと、少し心細いよな。心細いっす。なだまず山中と、坂井山中のまくり合戦。7番5番折り返し。であとは、山中がね先に早めに動いた場合の大塚明。7番3番折り返し。ただ伊原明日ねこれ売れないと思うんだよ。いや2日間さ脇本の後ろでほら物販が立てんじゃん。でも今日はしょうがないでしょ、まくりだから。まあでもねこのね31日間ですよ伊原。こんとこね、多いの。欠場理由がね、1ヶ月近く休んだ選手の欠場理由が体調不良が多いんだよ。やっぱり、コロナの可能性もあるんじゃないか。全日本選抜も多かったぜ。北鶴とか、流行性なんとかって書いてあってさ。で、コンドルなんか見たら、なんかほら、病気がどの頃なんて書いてあって。俺コンドル電話しちゃったもん。電話しちゃったら、教えてくれたよ。コロナですって。だから、まあ、伊原なんか売れないと思う。ただね、坂井健三はもしねロングまくりの時は伊原抜くよ500だから。うん、うん、いずれにしても初日に前見日か推奨した坂井から大塚山中折り返し並びの、伊原折り返しで7から351武田の逃げ所ってあるかな。3着。ありそうですね。本当かよお前この野郎お前晴れもったいか押しやがっててね。まあ、足すなら武田になるんですかね。じゃあ2の3で足しますか。これはあくまでもお客さんの考え方次第予算次第。あのねこれはツーブってさ点数書いたら競輪なんか件数買ったってね買わなくったって当たるときは当たるんだよって言うじゃん。はいはい。それはお前がたまたま点数少ない時にね買って取ってるからだけだから。こんな競輪なんか点数がなきゃ当たんないよ悪いけどね。7人だってさ500は特にそう。自力型がバッタバタになっちゃうと直線長いしやっぱりほらコースでピューってうまくさ点数なくても足余ってるやつが来るんだよ。一番人気なやつがもう競輪は単勝言ってないけどこれ単勝で言ったらぶっちぎり7番人気だなってやつが来るからな。2、3着平気な顔して500は特に。武田の逃げ残りを1入れてください。気があった人は7から351です。坂井健三頼むよ明日ね。全力で金網越しに声をかけたいと思います。俺初日もそうだよ。もう3番で入った瞬間にもう残り者ずっと絶叫出るなよ出るなよ。見てみ VTR 俺の声入ってるから。もう最終バックからちょっと遠いけど出るなよ出るなって出ないから本当に。で出ないで結局3着になっちゃったけどちゃんと出ないでお攻めのまくり坂井健三ね。でほら結局風が強くてこれ食っちゃって終わっちゃったけど明日もね自分が応援する選手予想に出してる選手の応援はしますよ。うん、やっぱさ、全然誰も声出しないからね、大宮。もう、仕方ないよな。自分のそれも仕事と思って。たまに言われるんだよね、警備にも。ちょっといいですかって。ししとか言って。でも関係ない、そんなの。うん。マスクして、うん、しっかり。じゃあ決勝、12です。映る、大丈夫。12、はい。こういう並びですよ。なんと関東折り合ったよ。阿部大樹、隅田、栗原、正木、埼玉、栃木、埼玉、栃木、
これどうなの石これ意味や意味だよなんで阿部大輝が前まんだよいやもうこれは久喜原に優勝してくれって言ってる久喜原に優勝してくれいやそうですよお前さそりゃそうだよなそれはお前 そりゃそうなんだけどまあ久喜原に優勝してくれっていうのは、まあ、まあここを倒すにはしょまずはねまあそうですよ脇本を、まあ、倒しまあ脇本をまくらせないで結果隅田が番手まくりすれば久喜原だっていうところが狙いになるのかなまあこれをね結局もう単純にね明日はさまあでも番組がねご丁寧に脇本にね一番下用意してまあ前取るのかな前取る最初こういう展開の中で突っ張って逃げしたでしょどうせ関係ねえもん同じで死んだらしたら関係ねえもんじゃあもうそれをまああれがまあ大輝が抑えるまあ阿部大輝もねこれも言ったんですけど今回ね頭を坊主にして脇本と戦う決意をね示してますよさあ残り1週半鐘が鳴って残り1週半から1週ねまあこっちも全開でしょたホームで残り1週でちょっとさ若干やばい気がするんだけど明日ワッキー隅田今日14秒0上がりまくりで久喜原つ抜いて13秒8今日はバンコンディション良かったけどまあほら番手まくりって前の逃げの都合もあるからさ自分のタイミングじゃないしっていうとこもあるじゃん。その辺どうなの？そうですね。でも今日だからまっすぐ踏んでそのぐらいってなってても、うん、やっぱ結局阿部大ちゃん次第になっちゃうじゃないですかね。このスピード次第。そう、前引き次第でやっぱ違うスピードで来られて同じ 14-0 で合わせるってやっぱなかなか難しい。うん、まあ今あれだよな。平田浩太とかで練習やってるんだろ？阿部大輝。久喜原だよ。久喜原なんて言う。ただ悪いけど、97点の選手でしょ、もともと。で、雨で走れないとかさ、オートレーサーじゃないんだからさ、一回あったよ。大宮で、本当にまくってきてね、雨の日。誰にも何もされてないのに、2センターで、ツルーンって転んじゃって。雨ダメなの。ところが最近雨も走るんだよな、関係なく。これは、もう、7射立てで、4対3だから、明確なのはもうまくれるかどうかだけだと思うね。で、まくれなければ4554か素直に、はい、これでも4554でもつくんだろうなワッキーなくなっちゃったら、うん、3着普通に6とかさもうここは残れないもんな阿部大輝は残れないですでこうまくってきて止まっちゃった時にさもうこれ捨てて番手から出るわけじゃんこうやってさらにこっち外行く膨れるこれじゃないのこれ、ダーン5日1 4-5-4-3 5-3 とかで大変だこれ間違えて番手まくりからの抜け出しの気づいたら5日1後ろにいるよっていう5-3とかまあそこまで考えすぎだろうっていうお客さんもいると思うんだけどもこういう場面でこういう目をねもう何百回見てきてるよ俺は大宮で直線がやっぱり長いからね、うん、脇本がまあパンクなら4554かそうですねまあ4554だから中途半端に3着とかね飛ぶなら飛んじゃんじゃないの思い切って明日はまあでもさこれあと俺お客さんにも言ったんだけどさよく外国人と戦うじゃん外国人レーサー呼んで今俺コロナの影響で呼んでないけどあれの時もさ、大体日本人がさ、番組がほら、2段掛け、3段掛け用意しても、外国人全部まくっちゃうでしょ、大体。やっぱこう少しぶち狂わせないと止まんないよね、こういう選手は。小栗生がさ、やるんだよな。兵役で外人のこと金網までぶち上げたりとかさ。いつだっけな、あれね、5年ぐらい前かな、武雄で小栗生が野原の逃げ使って、パーキンス、ぶっ殺してさバンバンバンってもう全部飛ばしてもう嫌なもう本当にね落ち方落ちる寸前だよグラグラグラみたいな
で横の動きも出していないとやっぱりスピードが違うといかれちゃうもんね。だからここがほらできないからさ、こっちほらバンテンバックでまっすぐ踏むだけじゃん。これが多少こうバチンなんかできればまた違うんだろうけど、さあどうですか。まずいけずなら当然4番5番そのまんま6番かそのまんま2番も来らないから、じゃああとはもうほらなんとかヘロヘロで3着残ったりするのかね。俺ここはねえような気がするんだよ。もう多分初日ほら競りの決着つけてついてきたけど、明日も道中ついてくるけど多分途中で息切れでしょ。だからこっちも面白いよね。2、3着5日1面白いでしょ。面白いです。本当面白いのかよ。面白いですよ。あのお前どうなんだよ、まくれんのかよ脇本。まあまくれればもうほら昨日、あ今日か、伊原が道中でつけば出てさ、で昨日はほら新山は実際あれ競り勝ったって言わねえもんな。言わないです。もうだって完全にも伊原がもうほらやめちゃってたし、はい、単純に脇本のかましについてって競りなしでついてったと見た時に、明日は完全にまくりだから、まあついてっても道中さっき言ったようにもうこう開くよね。で番手から出るよね。で、まあ、だからもう脇本から行けば1号か1号でしょ。そうですね。どう編集長、そうですね。でもやっぱ今日の福原の感じ見たら1号かな。全開で分回して、まあメンツが違うけどね。この前ほらどこなら石原宮本俊介松浦のね驚異の三段掛けで激震してるわけですよ。とりあえずでね、もちろんじゃあ奈良記念の時のね石原より阿部大輝が強いのかというと石原が強い。でもこの後ろに関して言えばほらじゃあ松浦、久木原松浦じゃないし、隅田は宮本じゃないけど、まあ宮本俊介と隅田を仮定した場合はそこそこやれそうだよね。でこっちもほら今日の隅田のまくりさしてんじゃん。まあ4号超えのところに1がまくってくるってことだな。まあ今日でも勝つときは1号4 1号3 1号5。まあさっきも言ったようにほら絶対行くからな外で、ここもほら絶対外踏んじゃうから最後来てでプツンだと新山が、普通だと5日市もきついけど、ヘロヘロになってなんとかしがみついてきてくれれば、あとは5日市は打ち降りてくるっていうのが、これコース取り。1さんならつくな。これ、明日。つくだろ、1さん。1さんつきますね。でも、どうなんですかね。これ、脇本以外の、うん、ライン的には、これ1回、どういうあれなんですかね。24はもう死ぬ気でいるんですかね。誰阿部、うん、でゴールはな何がゴールなんだろう。これ1号にすることが目的なんですかね。いやまず隅田からすると、俺が隅田ならね、俺が隅田ならまあやっぱりほら隅田ってさ徹底先行でさやってきたんでずっとデビューから。で師匠の山口隆弘からかましまくり禁止令みたいなのが出て1回、うん、で逃げだけでやれと、逃げだけずっとやってきたライン戦だから、この3人どういう話し合いがあるか分かんないけど、俺は隅田の気持ちの中ではもう自分が勝てればいいけどラインでやりましょうねっていう。正木がここでほら一応我慢してるわけだから早めには出る覚悟だよね当然、うん、そうですよね。だから、まあ、まあ確かに買い目は本当はこうなんだよ1号。でもなんか報われる形は1号だったら報われたかなって気がしますよね。そうだな。このライン組の、うん、1号そうだね。俺はねやっぱりあれだよね、1号だよね。1号1、うん、やっぱ俺は脇本からまあ行くよ。まあそれはさ好きにさ4号4とかでもいいんだけど、
でもやっぱりこれがね単ソロならさごまかし聞いちゃってどさくさに紛れて、うん、あ関東やりくっちゃったよってあると思うんだけど、500だから冷静に脇本も構えてで最後飲み込むっていう、うん、いやちょっとね面白くねえっちゃ面白くねえんだけど、これでいきます。さっき編集長が言ってるやつ、やっぱり隅田が番手から出るっていうので考えた時に1号久木原ね、再三言ってるように新山がチョキンって離れたら五日市も一緒に終わっちゃうけど、新山がヘロヘロになってでも脇本の後ろしがみついてきた場合に最後は五日市が中降りて飛び込んでくる一皿、これ五日市は俺の今回の推奨選手ね。であとはもう隅田が持っちゃった時の14、まあ、あとはもうほらこの辺のさ裏とかになっちゃうとつくと思うよ配当5141、まあ、俺は明日はなしです。裏なしで1号から3着が3番4番13から3着が4番5番14から3着が3番5番で、あとはもうほらね、これはもうほら俺のおすすめじゃないけどあれでしょ、脇本不発、ワッキーが不発の時はあれでしょ、何何なの、久木原っすね、54-45っすか、これでしょ、またこれも勝手に買ってくれとしか言えないよな。そうそう、俺の予想はこれだよ。まあ7社で3対42部戦だから当然1つのラインを消せば片っぽしか残らないよというところで、もう関東のねライン結束に期待して隅田番手まくりが決まって脇本が苦しむと思う人はこっち買えばいいんじゃないの。俺はまあ自信を持ってやっぱり力の違い、いくら隅田がね調子いいって言っても強いって言っても明日ね、まあバンクコンディションが良ければあったかいらしいからね、まあ500でも前にいる方が有利になっちゃうと思うけども、その全ての力でねねじ伏せるというところで、これは俺は脇本から行くよ。何から行くの明日、石井。僕は浮原から行きたいです。浮原51っす、石井51か、514とか行きたいです。石井514、ちょっと待って、石井514ね。あとはなんもうなんていうのっていう、いやもう514かもう513っすね。ひろきはでも1513でいいですよね。三着は三着もでもまるっきり一緒ですね。一応もちょっと分かんないですけど1513から345っすよね。三着3154の134、はい、135、はい、6はいらないですかね。いらない、飛びる、まあ調子いいよね。石井いいのかこれで。そうっすね、やれんのかよお前よ、ほんとよ、タラ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 お前、無気力だな、無気力競輪。もう一回よ明日な。じゃあ編集長ひろきは1534、1345っていうところで、まあでもあれだね、明日ぐらいはお客さん来てほしいね。そうっすね、そうだし、いやでもほんとねもうねちょっとねショックだよな。まあもちろんねえ平日だからなかなか時間都合つかない人もいるけど、まあコロナの影響もあんのかな、来なくなっちゃった人いっぱいいるな、見ないなっていう人、特に年寄りね、お年寄り結構地方から結構来たけどな、若いよな、まあまあ明日はね土曜日です、皆さんお休みですか、明日現場来るんだろ編集長、お邪魔します、はい。俊介どうしたの今日、これか俊介
いやでもこれだろ、来る気満々だったけど。今着信が入っておりますちょっと出れねえよって言ってやれよバカお前、撮影中だよタコって。よし、じゃあ明日はね、現場、皆さん、これを見てください皆さん、現場大宮競輪場にぜひご来場お待ちしてますよ。でもしね、初めて明日僕と、僕のところに来ていただいて声かけていただければ、初めての人は僕今日明日の一日券無料贈呈します。お、会ったことある人ダメですよ。会ったことある人毎日来てる人がこれ見てて見たよとかなし、そういうのなしなし、それなし、うん、もうあの初めて来ていただいて、声かけていただいた方、見たよチャンネル見たよって言っていただければ一日券を無料でね贈呈しますよ。はい、明日の大宮、最終日、優勝戦は石井と弘樹がこの狙い目、僕の狙い目はこっちになります。これはまあさておき、こっち、あとは酒井健三ね。よし、そのところか。じゃあ明日、ぜひ皆さん、電話投票も、もしね電話投票のお客さん、まあ、買っていただいて、これをね、あとは現場お時間ある方は現場にぜひご来場よろしくお願いします。お待ちしてます。